どうも、小瀬です。今日はツイードネイル作っていきます。ダイソンのフラッフィーピンク使ったらツイード感 30% 増し。そして先日買ったサイズが変えられるスタンパー、どうやら私使い方を間違えて使っていたようなので、正しく今日は使ってみたいと思います。地爪にはベースコートを塗ってから作業します。ではスタート。まず親指、ベースコートの未硬化ジェルを拭き取っておきます。エタノールで2回拭き取ります。実際にはベースコート塗ってないのでエアー拭き取りですね。100均の二重テープ貼っていきます。スマイルラインのカーブをフリーハンドでうまく描く自信がないのでこうやってるんですけど、フリーハンドで描けたらいいな。ダイソーのジェルフラッフィーピンク、ブラシの先をテープにちょんと乗せる感じで塗っていきます。もしテープの上にジェルが派手に乗っちゃったら綿棒で拭き取ってください。1回塗った後でテープ取ります。テープの上にがっつり塗って硬化したら、こんな風にテープ剥がすときに一緒に取れてしまいます。はい、これ失敗バージョンです。この失敗バージョンを教訓にテープの上に乗らないように塗りました。フラッフィーピンク2回目塗ります。スマイルラインのところはみ出さないように気をつけて塗ります。やっぱフラッフィーピンク可愛いわ。キャンドゥのワインレッド使います。ボトルの口のところでよーくジェルを落としておきます。これで模様をつけていくよ。これ透け感があるジェルなのでうまく模様がつくか心配だったんですけど、うまいこといきましたね。イエイ。この前キャンドゥで透け感のないボルドーっていうのが発売されましたね。まだ持ってません。今度は横に模様をつけていきます。あんまりギューッとブラシを押さえてしまうとぶっとい線になってしまうので、軽いタッチでね。セリアのホワイト、これもボトルの口でジェルを一生懸命落としてからポンポンポーンと置いていきます。まばらになるように。今度横ですね。ちょっとここ大量にホワイトが乗ってしまったので拭き取ります。すごい布感出たんじゃない？ね、ね。ノンワイプマットコート塗って硬化しました。セリアのアイシングジェルラメゴールド、細い線が描けるように一旦パレットにとって筆を整えます。ここから息が止まる作業、できるだけ細く境界線に線を引っ張っていきます。でも正直このジェル、細い線描くのっていうか均一に描くのがすごい難しい。ボンプリティのミラーパウダーこすりつけていきます。私はカチッとしたメタリック感出したかったのでこうやってパウダーつけたんですけど、アイシングジェルだけでもいいかなとも思います。お好みで。ダイソーのトップコート、これで金色の線をなぞっていきます。ついでにパールものせました。エタノールで飛び散ったパウダーを取っていきます。これちょっとパールがあまり接着されていない感じがするので、もう一度トップコートでパールの接着部分を塗ってみました。親指完成。ベースコートの未硬化ジェル拭いた後にまたこの二重テープ貼っていきます。人差し指、中指、小指に貼りました。キャンドゥのワインレッド、人差し指。キャンドゥの新色のボルドーはこんな透け感ないと聞いてます。興味あるな、欲しいな、買おっかな。薬指は全面に塗っていきます。薬指2回目塗ります。
人差し指はさっきのテープを剥がしてから2回目塗ります。スマイルラインのところは全集中で。薬指みたいに全体に塗るときと人差し指みたいに部分的に塗るのとでは、同じ2回塗りでも人差し指の方が薄くなっちゃったのでもう1回塗ります。硬化してセリアのベース&トップ、人差し指スタンプするので段差が邪魔なのでこうやって段差を取っておきます。硬化してサイズが変えられるスタンパーでスタンプします。こうやって押し上げておきます。アリエクスプレスで買ったプレート使います。このロンドンをスタンプしていきます。ロンドンに特に意味はなくって、ただデザインが良かったのでこれにしました。転がすように転写、まずまずかな。で、この模様を小さくしたいんだけども、ネジを緩めるんじゃなくてここが開くんです。実はわお、ここ取り外しができるなんて知らなかった。インスタで知りました。いらない模様をマスキングテープで取っていきます。で、人差し指にスタンプ。ちょっと曲がっちゃった、でもいいや。はい、トップコートで仕上げます。硬化して人差し指完成。次、薬指に飾り付けていきます。セリアのクレイジェル、スティックにシュッシュッとエタノールをスプレーして、ちょっとだけ細長くなるように形を整えます。ちょっとだけ。これを薬指にくっつけて爪の上で形を整えていきます。形整えるというか、まあ好きな風に模様をつけていく感じ。今回はなんとなく縦線を入れてみました。アバンギャルドな感じで。トップコートを薄く塗って完成。小指と中指は親指と同じツイードネイル作っていきます。工程はほぼ同じなので、はしょってフラッフィーピンク1回塗って、テープを取ってフラッフィーピンク2回目塗って、ワインレッドで縦模様、硬化してワインレッドで横模様、セリアのホワイトで縦模様。あ、この模様をつけるときにスマイルライン越えないように頑張るよ。次、横にホワイト。マットコートしてから、あ、小指はもうこれでおしまい。中指だけアイシングジェルでライン引いて硬化してミラーパッ。ちょっと飛び散りが気になったのでマステで掃除します。ダイソーのトップコートで線をカバー。ダイソーのがね、ちょっと粘度が高いので垂れてきづらいかなと思って今日使いました。パールつけて、飛び散ったミラーパウダーエタノールでクリーンクリーンクリーン。パールの接着補強、これを硬化させたら完成です。いつも地爪の上に乗せて雰囲気見ていただきたいなと思ってたんですけど、今日下のベッコーネイルが主張強いな。なんか血豆みたいになってるぞ。当然親指もまあこんな感じなので分かりづら。指の腹で見てもらおう。こんな感じ、分かるかな。シュールだね。ということでハンド君にもう一回乗せてみました。かわいいなツイードネイル。あんまり甘々にならないように人差し指と薬指はシャープな感じにしました。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。また次の動画でドローンします。